君たちの会社にも協力してもらう時が来たようだ。分かっているな。もちろんです。人類補完計画、その遂行こそが我々の究極の願いだ。全てはゼーペのシナリオ通りに。抵抗ペンギン。人類補完計画が遂行されるとどうなるのか。このミス何回目だ。シャチ、黙ってちゃわからないだろう。すみません。わからないくらいたくさんだよね。はあ、ミスは誰でもするものだ。シャチが頑張っているのは知ってるからな。だとしても、はあ、最近多すぎだぞ。はい。これすっすごい大事な書類だったんだから気をつけてよね。お前もたくさん間違えるだろ。僕書類ミスはしないよ。なんで。一枚も書かないからね。自慢げに言うな。先輩、パンダさん、本当にすみませんでした。ああ、次気をつけてくれればいいんだ。しょうがないな。僕が許してあげるよ。代わりにこの仕事やっといて。へっ、どうしてですか。先輩に迷惑をかけたんだよ。当たり前じゃないか。お前関係ないよね。あと笹の葉ジュース買ってきて。今行列ができるほど有名なんだって。あの、でも僕。はあ、口答えすんなよ。昼休みまでに買ってきてよ。それとさ、肩もんでよ。ほらね。理不尽にも程がある。はい、すぐやります。どうして僕っていつもこうなんだろう。容量が悪くていつだって空回り。何かを上手にできた試しがない。大好きな先輩に合わせる顔がない。いっそ僕なんていなくなってしまえばいいのに。お前たち女子、どうしたんですかその格好。突然だが、我が社はペルフという機関と業務提携することになった。は？あのXの？違う、断じてパロディではない。鏡で自分の姿見てから言え。なんか妙にカッコつけやがって。渋い男を演じているんですか。なれるわけないのに恥ずかしいですね。うるさーい。結構気に入っていたのに。ぬほん。今からお前たちには人類補完計画の遂行目標にある仕事をしてもらう。人類補完計画。詳しい説明は後だ。早速だが、この中の誰が一人に汎用バンダ型決戦兵器、その名もエヴァンゲリオンに乗ってもらう。かっこいい。これ著作権大丈夫？違う。パイロットはどうせパンダだろ。ガック、シャッシュ。え、お前だ。なんで僕じゃないんですか。絶対僕でしょ。僕のためのエヴァですよね。お前たちの身体能力、体力、戦闘力などを調べさせてもらった。その中でダントツにシャチが的確者だったんだよ。そんな。シャチは食物連鎖の頂点だもんな。僕なんかにできるでしょうか。どうした。できるわけないですよ。僕ダメなやつですから。な、嫌ならやめてもいいんだぞ。多分ビジュアル的にもきついぞ。シャチ、つべこべ言わずに乗れ。これは命令だ。乗るんならさっさと乗ってよね。シャチが乗らないならペンギンが乗れ。俺僕が可愛すぎるのがいけないんだ。お前所詮客寄せパンダだもんな。ただペンギンの体には負担が大きいかもしれないな。え、俺は別に乗ってもいいぞ。先輩、逃げちゃダメだ。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 やります。僕が乗ります。出撃。オマージュとパロディとパクリ。本当にこのネタやって大丈夫か。ペンギンはオマージュとパロディの違いって知ってる？パロディはあれだろ、批判や揶揄、風刺を目的にその作品もしくはその一部を模倣することだ。さあ、僕たちのお箱だね。それ公言するのどうかと思うぞ。オマージュっていうのはね、元の作品に尊敬や称賛の意味を込めてそのまま作品を真似するんじゃなくて、読者の表現で作品を作ることなんだ。
うん、これオマージュ、パクリじゃなくて。失礼だな。パクリはあたかも自分で作った作品家のように振る舞う行為なんだ。どうよ、著作権違反。パクリは最低の行為だよ。珍しくまともな意見だな。前に痛い目にあったからね。というわけで、これは尊敬を込めたオマージュとパロディだから、続きも見てよね。ここからもサービスサービス。キャラ間違ってるぞ。ま、温かい目で見てくれよな。人類補完計画。それで結局人類補完計画って何なんだ？説明しよう。この計画は全人類を単一統合させた完全な生命体にすることだ。何を言ってるか全然わからない。バカめ、俺もよくわからん。適当か。何でも生身の肉体から解放されて自分と他人の境界線がない状態になれるんだそうだ。つまり自我がなくなるってことか。多分そうかな。偉い人が争い事や揉め事がなくなるよって言ってました。小学生の作文か。平和な世の中になるんですね。そうか。自分の意識は他人と統合されるんだぞ。考えたり笑ったり喜怒哀楽の感情もなくなるってことだぞ。それは嫌かも。でもそうなったら仕事しなくていいぞ。うわー、それはもう保管するしかないですね。もう頭が痛い。サードインパクト。どうやったら人類補完計画が始まるんですか？どうにかしてサードインパクトを起こすらしい。どうにかって？そこは難しいから省略だ。はあ。なんかエヴァの他にアダムとかリリスとかロンギヌスとか難しい単語ばっか出てくるんだよ。全部説明してたら尺が足らん。大人の事情だね。なあ、でとりあえず敵が来たら倒せばいいのか？あ、そうだ。この優秀なシャチ君が全部やっつけてくれますもんね。どうした、疲れたか？いえ、なんだか僕嬉しいんです。嬉しい？はい、皆さんの役に立ててこんな気持ち初めてです。そうか。偉いぞシャチ、よくやったな。これからもよろしく頼むぞ。はい。使徒襲来。パターン青、使徒です。使徒？仕事は隣にでした？そんなわけないだろ。いや、仕事はとりあえずやらないで使徒だろ。お前ら最悪の敵だよ。シャチ、行けるか？はい、任せてください。危ない。そこだ、もっと回り込め。あー、惜しい。右、右。アッパーかませ。あ、女子、ビール買ってきました。悪いな。おー、いけいけ。いいぞ。いけ。プロレス観戦じゃないんだぞ。怪我。あそこで敵が自爆するなんてな。傷が痛むか？大丈夫です、まだ僕戦います。あんたバカ。酒草。無理して戦っても結果が出ないこともある。そんな時は素直に休めばいいんだよ。パンダさん、心配してくれてるんですか？ふん、一応大事な後輩だからね。パンダさん。そうだぞシャチ、休め。そしてまたすぐ戦え。お前休ませる気ないだろ。まあでも大丈夫だ、シャチは死なない。俺が守るからな。先輩、ありがとうございます。あれ、ペンギンもお酒飲んでんの？はあ。先輩、照れてます。うるさい。尻尾まで赤いよ。ああ、ほんとだ。そんなこんなでサードインパクトが起こった。エヴァがトリガーになったらしい。俺たちの体は次の瞬間液体になった。ピシャ。いざとなると怖いもんだね。シャチ君はエヴァに乗ったままだ。パシャ。もっと偉くなりたかったな。来世に行きたいだな。パシャ。みんな消えちゃった。どうして僕だけ。このまま人類補完計画が遂行されるのかな。先輩、パンダさん、ジョージさん、僕エヴァに乗るようになってからは辛かったことやここがブラック企業だってことを忘れてたくさん笑えた。
僕は僕が嫌いだ。でも好きになれるかもしれない。みんなと一緒にいれば好きになれるかもしれない。みんなと一緒にいたい。もう企画の一員として働いていたい。僕はここにいたい。僕はここにいてもいいんだ。おめでとう。おめでとう。おめでとう。めでたいな。おめでとう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 。ありがとう。という新人教育のためのビデオを作ったんだが、どうだ？映画館行って劇場版見よう。お知らせ。お知らせってことはグッズ販売の告知だよね。やったー！今回はかなりすごいぞ。プロットキャラクターたちが一挙にグッズ化するんだ。もしかして自分のグッズも？俺のはあるんだろうな。お前らのもあるぞ。本当だ、自分がバッジになってます。ステッカーにも俺がいるぞ。アクリルスタンドもある。僕とペンギンだけだけど。メモ帳にはみんないるぞ。忘れっぽい同僚にプレゼントしてやるといいかもな。なんでこっち見るの？他のチャンネルのグッズも揃えたくなっちゃいますね。俺は全部買うぞ、経費でな。落ちないんじゃないか。早く欲しいんだけど、いつから買えるの？3月5日金曜日の21時から予約開始だ。詳しくは概要欄に書いてあるぞ。そしてなんと、このグッズたちが5月1日土曜日からアニメイトで店頭販売されるんだ。なんだってアニメイトってあの？昔よく言ってました。アニメイトってなんだ？アニメやコミック、ゲームなどの商品を販売している店だ。ちなみに3月5日からアニメイトでもグッズの予約ができるぞ。これも詳しくは概要欄を見てくれ。いやー、僕たちもビッグになったね。いつも動画を見てくれているみんなのおかげだな。皆さんありがとうございます。ありがとな。グッズを買ってくれたらペチペチしてあげる。ペチペチ。俺のセリフを取るな。グッズを買ってくれた数分ペチペチしてやるぞ。ペチ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 。パンダ、どこ行く？死体洗いのアルバイト。上司の死体を洗うんだよ。何？あいついつの間に召されたんだ。次回、死体洗いアルバイトをするとどうなるのか。パンダ、背中もしっかり洗ってくれ。おお、そんなんじゃ俺は成仏できないぞ。はい、上司。都合のいいこと言ってパンダに自分の世話させてるだけか。ファンアートの募集をしているぞ。詳しくはツイッターを確認してくれ。書いてくれてありがとうな。ペチ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 。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にペチペチしてやる。ペチ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 。この腹黒パンダが。